スピードコントローラー、ダイヤル付きタイプなら、シリンダ速度の再現が誰でも簡単確実です。2本のシリンダを同じスピードに設定してあります。手前がダイヤル付きタイプを取り付けたシリンダです。手前のシリンダのみスピードを変えます。ダイヤルを5から7に合わせ、プッシュロックで固定します。手前のシリンダのスピードがアップしました。元のスピードに戻します。ダイヤルを7から5に合わせます。速度調整が数値で管理できます。元のスピードに簡単に戻すことができました。